さあオーラス親番茅森です。ドラはスーソーです。親番かやもりのハイパイです。切り出しはペイ。ババドラドラですね。そうですね。ただちょっとあの逃げるには重たい手配ですね。これは土井は頭の中で2着を目指してますから、はい、あごめんなさい、トップを目指してますから、ババとは3-3-2-8 6-3差ん?6-1差、千二千では足らないから1-3-2-6を作りに行くか。大井のがツモが伸びそうです。あーもう軽いですねこれは。大井が上がって決めるか。カヤモリもイーシャンテン、イーシャンテン、イーシャンテンなんですね。先にあ先手を取れるかカヤモリ。チーピン、まあ関数層で決めますかね。まだ想像それとも両冠残すか、難しい判断です。9ピン切った、9ピン切る、はい、両冠の形残しました。シャンポンには取らないということですね、まあ、9ピン1枚場に出てますから確かにそっちの方がいいですね。いやドイこれは辛いですね。なかなか重たそうな手です、ドイツがちょっとブクブクしてる。ドイツがね3組あるんですけど、ええちょっとチート率には時間かかりそうですからね。ドラ持ってるんで点数的には十分なんですけど、チート率の場合は。カヤモリはローソー。さあこれでどっちを切るか、カンパーピンかカンリャンゾーか。カンリャンゾーの方を嫌っていく。数が重なる、重なってで数ピンを離します、はい、イーシャンテン。さあババもイーシャンテンですね、手ができてきました。なかなか苦しいのがこの土井です。茅森また9ピン、ね、まあしょうがないですけど、ババもね換算層はきついんですよ、表示牌とカヤモリが1枚、自分で1枚、あと1枚しかないですよね。だから嘘を引いてすんなりピンフのテンパイ入れたいですよね。うーんだから6球満、あこれでリーチですかね。サブ6球ストこれはさあもうこれ誰も打てちょっとね、ババは打てない、カヤモリもマンツも大丈夫なんで、まあいかないでしょうこれは、はい、はい、大いに任せたという感じで。依然として苦しいのは土井です。土井はもう引いてる場合じゃないですけどね。そうなんです。ただ3面じゃん、そうなんですよね。3層か、でもそんなにここにね、3サブロー9層で4枚あります。9層が川にはありません。手の中で使ってるのは馬場だけ。9層が2枚行きですか。はい、あ、貝森これテンパった地層3ピン切って勝負に行くか。これ難しいですけどね。うん大いに打ったらラスまであるじゃないですか。あでも勝負でしょうね。手をかけた、うん、リーチだ、チーソーの街。さあ茅森対大井
地層は、あ、サブロッソも薄い。なんとも言えません。これ土井がスースを浮いている。まあドラですからね。そうですね。ここで土井のため息とも言えない声が聞こえてきました。かやもりが上がればもう一曲ありますしね。そうですね、はい。大井の相撲は数万です。急走を超え、チーソーもただね、スーソーがまずないじゃないですか。はい。チーソーが同意の手が2枚で、多いが1枚ですよね。ないですね。1枚だけあるんですかね。となるとバーメンチンじゃんですか。ウッピンローピンってないですけど、チーソーが1枚あるのか。大井の大井も急走ありますよね。そうですね、チーソーあと1枚ありますね。かやもりが引いたのはパーソー、うん、山はまだある。酸素が残ってたんですね。だからもう多いは急走1枚だけっていうか、馬場がメンチンの天杯まであるのか。ウーピンです。あら、はあ、天杯ですね。ウーピン切ってますけどね。ああ、そうかそうか、振り天は振り手なんで天杯入れられました。これ嬉しいですね、はいはい。さあどうなる。あ、急走、最低積もった、最低積もって対局終了です。最後に上がったのは多い、しかも最低。これでトータルはどうなったんですか。マンガン積もリーボーに最後かやもり、おやっかぶりです。かやもりこれ3着もにはなってないですよね今回。